誰ですか、これ。あ、撮ってます。大丈夫ですか。ありがとうございます。程度いいでしょ。はい、かっこいいです。新車塗装。本当ですか。最近塗ったんですか。新車のまま。あ、新車のままですか。だから傷がほら。あ、なるほど。これ以上磨きたじょうでしょ。あ、なるほど。あえて残したり。あ、そうですか。ボールペンだと思われるのやだから。あ、そういうことですか。そうそう、あ、なるほど。まだ4万キロだから。はい、ああ。え、新車から乗ってる。あ、そうなんですか。あ、ツーオーナー。そうそう、なるほど。なんかもうそれをカーボン。はあ。え、コックピット見せてもらってもいいですか。あ、お願いします。ありがとうございます。これメーターはあれですか。新車の時に書いてあるんで。黄色メーターなんですか。車外のやつ。あ、車外ね。200キロまで。あ、でコンピューター注意してあるんで。あ、そうなんですか。180まで出したんで、メーター読み。へえ。年だからね、バケットシーター取っちゃったんで、乗り降りしづらくて。ああ、なるほど。はい、綺麗でしょ。はい、内張りはちょっとこれやるんで、はい、新車の変えたからちょっと汚れてんだけど、なんか新車みたい。せがれもあって、ビート今4台あるから。そうなんですか、家に。これせがれなんだけど、ホンダの F1 のエンジニアで、栃木の。え、そうなんですか。サクラの、あそこにミラーのところに貼ってあるぞ、サクラって。ホンダのサクラ研究所の。ああ。あれがホンダの研究所のステッカーなんで。あ、そうなんですか。もう入るときにサクラって書いてある。見る人が見るとわかんない。へえ。で、我々もビート持ってて。あ、そうなんですか。チューニングしたりやって。へえ。エンジン全部うちでオーバーホールするんで。家でですか。あ、そうそうそう。へえ。もともと箱根の GTR も40何年持ってて。あ、そうなんですか。7台持ってたんですよ。え？で、レーシングカー持ってて自分でエンジンオーバーホールするんで、ショックだから。あ、ショップを営んでるんですか。個人でね。あ、そうなんですか。ちっちゃいショップ一人でやって、俺だけで個人で入れるやつだから。今もやってるんですか。へえ、ショップ名前なんていうんですか。ガレージ中野。中野？ガレージ中野。中村。あ、中村さん。へえ。そうなんですか。へえ。この道だとタコスカの方が有名なんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もう40だって4年も乗ってるからね。へえ。タコスカ7台持ってるんですか。GTR7 台持ってて。 GTR の7台すっげーな。手回し今 GTR が2台とレーシングカーと、あと左ハンドルと、あとワゴンと GT6 台。へえ。へえ、すげーな。ビート4台と、あとキャンピングカーとか。へえ。軽トラ持ってて、ね、あ、これもそうなんですか。いや、これはだからあのオーナーなんだけど。あ、そうなんですか。俺も軽トラこんな感じにしたいなと思って。それでスムーすぎたんで今話してて。すごいな。え、ナンバー車検ついてるのは何台あるんですか。ビートが2台と R が2台と R2 でもすげえな、うん、あと普段乗りのキャンピングカーと、はい、トラとアスグルマと、8台ぐらい。パック台すごいな。へえ。エンジンはあれですか、中身はノーマルですか。だけ、うん、これからエンジンもう今7機ぐらいあるんで、うちに。そうなんですか。で、セガレゲーム栃木で阪神運輸で週末しか入ってこないから、エンジン組むのに今度700のエンジン組んだけど。あ、そうなんですか、うん、ビートのエンジンって他に車的には何か積んでるんですか。いや、まだこれから仕上げるやつで。あ、車種としてはあの当時売ってた車としてはビートのエンジンっていうのはビートのみ、まあ、トゥデイと同じだから。トゥデイと同じなんだ。トゥデイのエンジン、あのデスビニーチが違うんだけど。あ、そういうこと。乗せられるんで。あ、乗せられるんだ、うん、あ、そうじゃなきゃなかなかエンジン集まんないですよね、ビートだと。700のハイカム結構高い、あの追い込んだハイカム入れてバイクみたいな、川崎のバイクみたいな、1万3000ぐらいもあるのかな。あ、そうなんですか。ノーマルだとどのくらい回るんですか。ノーマルでも1万ぐらいは回るんだけど。あ、そうなんですか。回しても意味がないよね。要するにパワーとトルクが出るんだよね。へえ。結局いくつ回るって空ぶかしじゃないから、あ、なるほど。トルクがね、車足してるのもだから、うん、トルクがかかっていう時にやっぱりただ前へ出てく力がないと、うん、ただ回してもぶっ壊れるだけで。あ、今はあんま回転馬力じゃなくて、今フラットトルクでトルクを多くして、だから排気量を増やして、うん、で回転低めにするっていうチューニングの方が主流になってます。あ、そうなんですか。え、エンジン見せてもらって。
ても大丈夫。あ、これ見られない。狭すぎて。あ、そうなんですか。ここの間っこだけ。あ、そうなんだ。そうそう、あの中から見ない。あ、ここなんだ。そうそうそう。あ、そういうことか。あ、そういうことか。そう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 。なるほどね。だからあんましエンジンをきれいにしたり。そういうことか。残念なことであんま見応えがないんで。そりゃそうですね。ここをあのクリアのカーボン の, あのエンジンフードをつけてる人とかいるんだけど。なるほどなるほど。うるさくて。あ、そうなんですか。あ、そういうこと。中乗ってらんないっつって。あ、そういうこと。へえ。下から見るとアルミのウルパンとかああいうのがついてる。このホロは張り替えのまま。あ、すごいですね。変えてないですよ、これすごいな。新車が一回も変えてない。すごいな。このこれもグリーン見るとあの変えてあるやつグリーンになってるんですよ。え、これも変えてないの。変えてない。すごいな、この状態。透明で他の今度イベントで見てもらったんだけど、交換して部品でこれだけ交換する緑色になって。あ、そうなんだ。クリアじゃない。いや、大概スクリーンダメになっちゃうじゃないですかね。だからこのね、エアコンなんで、エアコン付きの。はい。で、ほとんどだから、ね、今日バッテリー上がっちゃって。あ、そうなんですか。で、じゃあ乗るかって。エアコンも寒いぐらい効くんで、ほとんど 90% のビーターはエアコン壊れちゃってるんで。あ、そういうこと。だからフロア上げても乗れるんで。そうじゃなかったら今日乗ってこなかった。あエアコンかけ、普段はフルオープンのままなんだけど、やっぱオープンカーはね、あのオープンのまま乗るのが醍醐味なんで。あ、はいはい、だ普段はもう冬場でも何度もオープンのまま。さすが夏場は信号のが止まると暑くて熱中症になっちゃう。そうですね。そう、エアコンかけるんで今日珍しくフォロー何年かぶりに上げて、じゃイベントとかこういう時しかほぼ乗らない。まあ、イベントも行かなくて。そうなんですか。うん、自分が気の向いた時に早朝乗ったりとか。箱スカもそんな感じですか。箱はもうだって44年も乗ってるから、はい、まあ、早朝と夜、あ、夜、今は朝早くから夜遅く乗るって感じで。あ、やっぱり。エンジンもだから実はの S20 自分でオーバーホールしたやつがストップリーの11機あるんですよ。あ、そうなんですか。ね、自分でね全部オーバーホールして。へえ、ね。あるところにあるんですね。まあそうですね。へえ。これはこのカムカバーでプリンスって書いてある日産2000ってなってるんだけど、本当はこれ試作のカムカバーで、はい。あ、そうなんですか。そう。これは僕の一番長く乗ってるジーターでも45万の赤いやつ。だからナンバーも古いでしょ。はいはい、ね、はい。そうそうそう。それイベントには出るんですか。いや出ない。あ、出ないんだ。うん、ほとんど行かない。あ、行かないんだ。なるほど。トレーニングオーバーホールしてるところで。これ最近ですか。まだ。もうだいぶ前。途中？今も。いや、あ、今はチューニングしたエンジン組んでるんだけど、これはもう、だからもうでテストベンチで回せるんで、これそう、ベンチに乗っけられるんで、そう、なるほどね。全部オーバーホールしてるんだけど、これはまた別のエンジンで。レーシングカーツはエンジン何なんですか。GTR。エンジンは S20。 あ、S20 なんだ。へえ。それなんでワンレースごとにオーバーホールできないからエンジンスペア買って乗せ替えちゃうって感じで作っておいて、それでエンジン増えたんですよ。レーシングだから60本ぐらいだ。え、ワンレース1回にオーバーホールしないとダメなんですか。練習かったなって基本的に。あ、すげえな、ね、もうタクト全開だから消耗度合いっていうのはブレーキにしてもなんでもそうだけど、普通の車でこういうのでスポーツ走行やってもそうだけど、1万キロ走ったぐらいの、ね、負担かかるのブレーキとかそういうのは。それは最近出てるんですか。いや、もう昔失敗したって、今はもう還暦なんだけど、はい、45までやってたの。それはどんなイベントだったんですか。タクスとかクラシカルレース。ああ、そういうことか。でレギュレーション変更とか、仕事柄スポンサーの絡みがあって。あ、そうなんですか。スポンサーで金品授受しちゃダメだって。金品金品授受。ああ、勉強しちゃダメだって。ちょっと硬い仕事だったの昔。ああ、それで辞めちゃって。ああ、ワークスカー作って、はい、で日産のディーラーに貸し出したり、へえ、倉庫行ったり、へえ、ね、なるほどね、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。取ってあげてください。軽トラか。
はい、おはようございます。おはようございます。 YouTube かなんか出るんですか？はい、出します。ぜひ出してあげてください。まだ何も出てないんで、これも知らなかった。おはようございます。おはようございます。さっきこうちょっとこういう。おはようございます。これ撮っても大丈夫ですか？もう撮ってますけど。ありがとうございます。おはようございます。撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。おはようございます。おはようございます。はい、あ、じゃないです、じゃないです。おはようございます。撮っても大丈夫ですか？大丈夫、ありがとうございます。はい、あ、これダメだ。なんでこれすげえな。ございます。撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。これなんていう、これベンツですか？ん？これベンツ？マーク見ればわかるだろう。はい、わかりました。ありがとうございます。すげえな。Yeah, yeah, yeah.
撮っても大丈夫ですか、うん、ありがとうございます。売ってる。すげえ。へえ。おはようございます。これ撮っても大丈夫ですか？あ、ダメです。あ、ダメ？何ですか？これ撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。この袋見たことあるな。熱いな。ありがとうございます。これ撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。
うございます。撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。ある程度まともな、まあまあ普通、まあサリアあるけど、まあ年数考えたらね、自分で作れれば1メーター長いですよ。綺麗だわ。